エスパルスドリームプラザは静岡市清水区の複合商業施設で、清水エスパルスの運営母体である静岡市の有力企業鈴代の関連会社ドリームプラザが運営している。清水港近くにあり、4階建てのビルで構成されている。1999年10月8日オープン。ドリプラの愛称で親しまれる。この他の施設として B1 駐車場1階にライブハウス、サウンドシャワーアークがある。清水エスパルスは日本の静岡県静岡市をホームタウンとする日本プロサッカーリーグに加盟するプロサッカークラブ。 J リーグ創設当初からのチーム、オリジナル10の一つ。1993年に J リーグへ加盟。ホームタウンは静岡県静岡市。ホームスタジアムは IAI スタジアム日本平。練習場はエスパルスミホグラウンド。チーム名の S はサッカー、清水、静岡の頭文字で、パルスは英語で心臓の鼓動を意味する。
富士山は静岡県と山梨県にまたがる活火山である。標高 3776.12 メートル、日本最高峰の独立峰で、その優美な風貌は日本国外でも日本の象徴として広く知られている。数多くの芸術作品の題材とされ、芸術面のみならず気候や地層など地質学的にも社会に大きな影響を与えている。懸垂曲線の山容を有した玄武岩質成層火山で構成され、その山体は駿河湾の海岸まで及ぶ。富士市は静岡県東部にある市、市公示特例市に指定されている。市町別人口は浜松市、静岡市に続いて県内第3位となっている。静岡県東部で富士都市圏を形成している。また富士山の南にあり、岳南地域という言葉も使われる。富士山を望む地域の一つで、東海道新幹線富士川橋付近から新幹線と共に写された写真などが有名である。富士の施設は一つ目、宗教法人日吉浅間神社社務所。二つ目、安則寺。三つ目、大雲寺。四つ目、明永寺。S。Thank you.
広見公園を見つけました。目的地までは 0.9km です。場所は富士市伝法あざの手内46番地の1です。